楽しく綺麗に。今日も始まりましたサニクリーンの泥層チャンネル。本日のテーマはこちら、浴室洗面所の汚れを知るお掃除マイスター直伝お掃除の立ちつてとパート3です。はい、サニクリーンのお掃除本お掃除の立ちつてと3回目、また3回目、今回は17ページから読み進めていきたいと思います。今回も前回やりました、うん、家の中にはこんな汚れがの続きですね、うんうん、はい、では早速、浴室や洗面所にはどんな汚れがあるでしょうか。はい、浴室や洗面所といえば水垢ですよね、うん、はい、私たちもプロの清掃を結構やってて、うん、まあ、お風呂のクリーニングって結構よく行くんですけど、うん、はい、まあ、その中でもかなり手強い汚れの一つですね、うん、そう、本当本当時間もかかってね、大変な作業よね。この水垢の原因なんですけれども、このように書いてあります。水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル成分が石のように固まってできる鱗のような白い汚れのことです。はい、はい、これって洗剤でこすってもなかなか落ちないんですよね。カランとか鏡とか浴槽について特別な洗剤とか特殊な機械がないと落とせなくなるケースも結構多いんですよ。そこでここのまとめには、このように書いてあります、うん、使い終わったら乾いたタオルで水分をきれいに拭き取っておきましょうって書いてあります。はい、うん、落とせんのんかい。はい、どうしてもお困りの場合はプロにお願いしてください、うん、はい、あと水垢以外には浴室にもカビは生えてきますよね。そうそうそう、はい、はい、カビについてはね、少し豆知識をお伝えしましょう、はい、カビが繁殖する条件は湿度が、80% 以上で、最適温度が25度から28度の環境なんです。あー、過ごしやすいですね、うん、この条件に合うのが浴室であったり、うん、洗濯機であったりエアコンの内部であったり、カビが好む場所はね、たくさんお家の中にもあるんですよ。まあれですよ、エアコンの内部から、うん、この風に乗ってカビの、うん、ね、カビが部屋中にばらまかれるのは結構ホラーだね。もうね、その空気を吸わなきゃいけんってことだけどね。やばい、うん、カビはアレルギーを引き起こしたり、高齢者や体力が落ちている方の免疫力を低下させ、感染症を引き起こしやすくなるという体に悪影響を及ぼすことがあります。はい、ではカビのまとめを読みます。はい、ご家族の健康のためにもカビ対策として4つの条件、うん、温度、湿度、空気、養分をコントロールしましょう。はい、はい、でこの条件をできるだけ多く立てば、はい、カビが発生しにくくなるでしょ。はい、うん、ということで、うん、家の中の汚れの種類ってたくさんありましたよね。はい、はいはい、ほとんどの、ね、汚れに対して言えることは一つ、汚れたらすぐに対処するです、うん、時間が経てば経つほど、汚れが落ちにくくなりますので、まんめんにお掃除をしていくことがきれいを保つ秘訣なんですよね。はい、じゃあ最後に、矢野ちゃんね、はい、汚れの状態についてお伝えをしようと思います、はい、汚れには、うん、乾いた汚れと湿った汚れがあります。お、知ってるよね。はい、わかります。うんうん、乾いた汚れは、ほこりなどの水分を含んでないもの、湿った汚れは油とか尿とか、あと泥とか水分を、ね、含んだものですよね。そうですそうです。また別の分け方もあって、不溶性と水溶性、油溶性にも分けられます、はい、はい。これはここに書いてあるので、ちょっと読んでみます、はいはい、不溶性、あ、これね、あ、はい、水にも油にも溶けないほこり、すす、土砂などの汚れ、吐く、払うなどしてお掃除をします、うん、水溶性、コーヒーやジュース、尿などの汚れ、多くの場合、水ランや中性洗剤で落とします、油溶性、油汚れや皮脂、化粧品、インクなどの水に溶けない汚れ、性質に合った洗剤で落とします、はい、はい、汚れの状態によってね、お掃除の、仕方が変わってきます、うんうん、例えばほこりなんかのね、乾いた不溶性の汚れに水や洗剤を含ませるとペースト状になってね、逆に汚れが落ちにくくなるんですよね。うん、
何でもかんでも洗剤を使うのは間違いということですね。そう、はい、まとめも読んでみます。20ページ。汚れの種類や状態を見極めればお掃除の方法が分かります。うん、汚れを力任せに落とすのではなく、汚れの性質に合った無理のない落とし方でお掃除を楽しみましょう。まあね、お掃除を楽しむ域に達するのはね、なかなか難しいことだと思いますので、効率よくお掃除ができると、達成感はね、格段に上がると思いますので、汚れの状態と、種類を見極めてね、お掃除をしていきましょう。はい、今日の動画はいかがでしたか。この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。次回もまた見てくださいね。見てくださいね。バイバイ。この本どこで売りよるか知っとる？知らんです。ちょっと裏見て値段。1500円。高っ。でもこれさ、あれなんじゃない、プレゼントとかあるかもしれんよ、もしかしたらね。それ、まあ、そうですね、ちょっとカメラマンさんに聞いてみようかねって感じ。これ読んだことある？いや、ないです。ないんかい。いや、でもコメントしてくれた方にプレゼント、いいかもね。いいかも、いいかも、ね、でこれでも意外にいいこと書いてあるんよ。いいことっていうか、へーって思うこと結構書いてあって、あの私らが勉強する、ね、お掃除のことなんかも結構しっかりと書いてあるけ、分かりやすいと思うよ。欲しい方はコメント欄にコメントよろしくお願いします。お願いします。